仏教徒って人が仏様になっていくってことを目指していく、うん、日本に伝わってる大乗仏教って全てのものが仏様になっていけるっていうことを目指していく教えなんですよね。私の心の中に届くお経を挙げてくれたということでしょうか。法話もそうやって伝え方が上手ですね。